最低賃金法、最低賃金法、最低賃金法、昭和34年法律第137号は、最低賃金制度等について定める日本の法律である。労働基準法において定めていた、最低賃金制度を独立させる形で、1959年4月15日に交付された。この法律は、賃金の低廉な労働者について、 賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上を呼び、事業の公正な競争の確保しするとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。第1条。この法律においての以下の5は次の通り定義される。第2条。最低賃金額は、 時間によって定めるものとする、第三条。賃金が時間以外の期間または出来高、払い制その他の受け負い制によって定められている、場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、第四条の規定を適用するものとする、施行規則、第二条。つまり、 月給制や年俸制で働く労働者であっても、その賃金を時給に換算した額によって判定するのである。また、勤務形態は問わないので、正規雇用、非正規雇用問わずすべての労働者適用される。使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達し、賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす、第四条一項、二項。ここで言う、賃金には、以下のものは含まない、第四条三項。賃金が、 通貨以外のもので支払われる場合または使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては最低賃金の適用についてこれらのものは適正に評価されなければならない現物給与等の評価第5条最低賃金の適用を受ける使用者は厚生労働省令で定めるところにより当該最低賃金の概要を 常時作業場の見やすい場所に掲示し、またはその他の方法で労働者に周知させるための措置を取らなければならない。第8条。この規定により使用者が労働者に周知させなければならない。最低賃金の概要は次の通りとする施行規則第6条。賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金。 一定の地域ごとの最低賃金を言う。以下同じ。は、あまねく全国各地域について決定されなければ、ならない。第9条1項。地域別最低賃金は、地域における労働者の生形費及び賃金並びに、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して、定めれなければならない。第9条2項。この労働者の生形費を考慮するにあたっては、労働者が健康で、 文化的な最低限度の生活を営むことができる、要、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものと、する、第9条三項。厚生労働大臣または、都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会または、地方最低賃金審議会、以下、最低賃金審議会という、の調査審議を求め、その意見を聞いて、 地域別最低賃金の決定をしなければならない。第10条1項。厚生労働大臣または都道府県労働局長は1項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合においてその意見によりがたいと認めるときは理由を付して最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。第10条2項。厚生労働大臣または 都道府県労働局長は、第10条1項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。第11条1項。第10条1項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者、またはこれを使用する使用者は、第11条1項の規定による公示があった日から15日。 以内に、厚生労働大臣または、都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる、第11条2項。厚生労働大臣または、都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生形費及び賃金並びに、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して、必要があると認めるときは、その決定の例により、 その改正または廃止の決定をしなければならない。第十二条。労働者または使用者の全部または一部を代表するものは厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣または都道府県労働局長に対し、当該労働者もしくは使用者に適用される一定の事業しくは職業にかかる最低賃金以下特定最低賃金という の決定または当該労働者もしくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正もしくは廃止の決定をするよう申し出る子ができる第15条1項厚生労働大臣または都道府県労働局長は1項の規定による申し出があった場合において必要があると認めるときは最低賃金審議会の調査審議を求めその意見を聞いて 当該申し出に係る特定最低賃金の決定、または当該申し出に係る特定最低賃金の改正、もしくは廃止の決定をすることができる第15条2項。厚生労働大臣または都道府県労働局長は2項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合においてその意見によりがたいと認めるときは理由を付して 最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。第15条3項。特定最低賃金は地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。第16条。もっとも特定最低賃金と地域別最低賃金の双方が適用される労働者についてそのいずれか高い方が適用されることになり。第6条。 実際にも、地域別最低賃金が、特定最低賃金を上回ったために、地域別最低賃金が適用される事例は、少なからず存在する。第15条1項及び2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣または、都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、または改正された、特定最低賃金が著しく、不適当となったと認めるときは、 その決定の例により、その廃止の決定をすることができる、第17条。派遣労働者、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び、派遣労働者の保護等に関する法律第44条1項に、規定する、派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業上の所在地を含むうちについて決定された、地域別最低賃金、特定最低賃金を適用する。 第13条、第18条。使用者が厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から、当該最低賃金額に労働力その他の事情を考慮して、厚生労働省令で定める率を常時定めた額を減額した額により、 第四条の規定を適用する第七条。この許可を受けようとする使用者は、許可申請書を当該事業上の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出しなければならない施行規則第四条一項。改正前の適用除外許可及び改正後の減額とクレイ許可の件数の推移は、中央最低賃金審議会の資料に示されていて、 改正前の許可が執行し切り替えが多数行われた2009年度、平成21年度を期、き、おおむね改正後も改正前と、同水準で許可が行われている。厚生労働省に、中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に、地方最低賃金審議会を置く、第20条。最低賃金審議会は、 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を司さどるほか、地方最低賃金審議会にあっては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を、都道府県労働局長に権利することが出る第21条。最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、 労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員格同数をもって組織する第22条。ILO 諸条約及び労働基準法第113条の厚労死三者構成の原則を本法でも採用している。最低賃金審議会に会長を置く。会長は公益を代表する委員のうちから委員が選挙する第24条。 厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように、努めなければならない。第28条。厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者または労働者に対し、 賃金に関する事項の報告をさせることができ。第29条。使用者または労働者は、最低賃金に関する決定または、その実施について必要な事項に関し構成。労働大臣または、都道府県労働局長から用があったときは、当該事項について報告しなければならない。施行規則第12条。厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低賃金が、 一しく不適当であると認めるときは、その改正または廃止の決定をなすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。厚生労働大臣は、この規定による命令をしようとするときは、あらかじめ中央最低賃金審議会の意見を聞かなければならない。第30条2項、3項。労働基準監督署長及び労働基準監督官は、 厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務を司る、第31条。労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による、司法警察員の職務を行う、第33条。労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業上に立ち入り、 帳簿書類その他の物件を検査し、または関係者に質問をすることができる。この規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。第32条1項、3項。労働者は、事業上にこの法律またはこれに基づく、命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長または、 労働基準監督官に申告して、是正のため適当措置を取るように求めることができる。第34条1項。使用者は、この申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。第34条2項。2> 第34条2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。第39条。 第4条一項の規定に違反したもの、地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限るは50万円以下の罰金に処する第40条。次の各号の位置に該当するものは30万円以下の罰金に処する第41条。法人の代表者または法人もしくは人の代理人。 使用人その他の従業者が、その法人または、人の業務に関して、第39条、第41条の違反行為を、したときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する、第42条。第6条、第2項、第2章、第2節、第16条及び、第17条の規定は、 専員法の適用を受ける専員に関しては、適用しない。専員に関しては、この法律に規定する、厚生労働大臣、都道府県労働局長もしくは、労働基準監督署長または、労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸管理部長を含む、または、専員労務官が行うものとする、第35条。 船員に関しては、この法律に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項は、交通政策審議会等が行う第36条。つまり、船員については、地域別最低賃金は適用されずに、特定最低賃金のみが適用される。船員の最低賃金は、船舶の大きさによって、国土交通大臣が決定するものと、 地方運輸局長が決定するものがあり、国土交通大臣が決定するものは全国一律に、地方運輸局長が決定するものは当該地方運輸局間かつ地域内で適用される。また、船員の最低賃金は月額で定められる。1947年に制定された労働基準法は行政官庁が最低賃金審議会の調査及び、 意見に基づき一定の事業、または職業について、最低賃金を定めることができると規定していた、施行当時の労働基準法、第28条を第31条。しかし、同法は、最低賃金を定めるか否かを行政官庁、労働大臣の裁量、必要があると認める場合に委ねていたとこ、同官庁は、戦後の経済の疲弊と復興の必要性に鑑み、 1959年の最低賃金法の制定に至るまで、ついに最低賃金を定めることをしなかった。1959年に最低賃金法制定。完全な最低賃金制へ移行するまでの過渡的な基盤づくりの制度として、業者間協定に基づく最低賃金を中心として、制定。ここでは、最低賃金の決定方式として、 一業者間協定に基づく最低賃金、二業者間協定に基づく地域別最低賃金、三労働協約に基づく最低賃金、及び四最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金を規定した。1968年、前年の中央最低賃金審議会による改正答申に基づき最低賃金法を改正。 業者間協定による方式を廃止し、ほとんどもっぱら最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金とな。この規定に基づいて地域別最低賃金と産業別最低賃金という2つの制度が成立したが、中心となったのは前者である。地域別最低賃金は各都道府県の地方最低賃金審議会の審議に基づき、労働省後に。 厚生労働省の都道府県労働基準局長、後に都道府県労働局長が決定する当該都道府県のすべての労働者に適用される最低賃金である。1972年より各都道府県で順次この最低賃金が設定されていき、1975年には全都道府県がこの最低賃金を持つに至り、 ここでようやくすべての労働者に最低賃金制度が適用されるようになった。2007年の改正では実際上流可能性のほとんどない労働協約に基づく最低賃金制度91条等を廃止し、最低賃金審議会の審議に基づく最低賃金のうち地域に関するもの、地域別最低賃金を筆致の最低賃金制度として明文化した。また、 同審議会の審議に基づく最低賃金のうち、事業と職種に関するもの、産業別最低賃金、特定最低賃金という補足的制度、任意の設置、罰則なしとして明文化した。この改正は、従来、最低賃金法の法文上は、制度の名称等が全く現れず、中央最低賃金審議会の答申等でのみ、名称や決定の要件、 手続きが規定されてきた最低賃金の制度を法文上明示し、最低賃金を国民に分かりやすい制度にした。この法律について、制定から60年後に書かれた表伝で、1959年に、岸信介首相の経済政策の最後の総仕上げとして、中小企業減税などを通じて、中小企業育成と企業間の賃金格差是正のために、 日本に導入された。前年12月に国民健康保険法の改正を行って、国民皆、保険昭和34年4月に国民年金方向的年金の恩恵がなかった農業業従事者や中小企業や自営業にも年金が支給される国民年金と共に成立せられて、現在の日本の社会保険制度になった。 という評価を知っている人がいる。最低賃金の経済的波及の一つとして、失業率の増加が挙げられている。賃金の支払いは、それを担う組織、営利団体等の維持に直接的に影響するもので、あり、本来的には、組織、営利団体内の職務、役割分担とその効果配分のバランスで個別、独自に取り決められるべきものである。しかし、一方で、同一内容あるいは、 同系統内容の職務、役割においての賃金差が一定あるいは相当性を、甚だしく書く場合には、いわゆる人権の一つであり、近似、特に最高裁判所の判例で取り扱われる、投票権における一票の格差と法的には、同性質の問題が生じるため、この問題を補正する一方法としての意義が、最低賃金法の立法趣旨には包含されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。